こんにちは。講師の竹内です。それではですね、22年度消費生活アドバイザー一次スピード合格講座の経済の科目第1回目から始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。経済の科目ですね。これから入っていきたいと思いますが、今回ですね、大きく変わったところ、これまでと試験の形態が変わったところとしては、前回からですね、CBT 試験の方式になりましたということですね。で CBT、パソコンで試験受けるものなんですけども、CBT 試験自体は、練習とかもネットとかでできるので、ちょっと、同じ問題ではないんですけども、こういう形式なんだっていうことは試すことができるので、ちょっとやってみていただければと思います。で、これまではですね、結構問題数出てたんですけども、CBT 試験になったところでですね、問題数としては経済の分野だと9問っていう風になって問題は少なくなっています。なのでですね、問題数少なくなった分ですね、複合的な問題となって、広い範囲からいろいろな問題が出るっていう風になっているので、範囲としては変わらず勉強していっていただければと思います。はい。で、ちょっとテキストを写しますね。テキストはこちらのテキストを用います。で、よいしょ。公式テキスト開いていただくと結構範囲が広いんですね。経済知識一般から始まって、経済のところから、あとは企業経営の話が出てきまして、その後ですね。金融の知識とか生活経済みたいな感じで幅広い分野が出てきています。で、それの中から9問出てくるということなので、ですね、少し効率的にやっていくためにもですね、このざっくり大きく5領域あるんですけども、ここを、1個ずつテキストをこの一番一番読んでいくというよりは、最初から勉強していくと時間が足りなくなってしまうので、過去問を解いてですね、出た順ですね、出た場所っていうところをマーキングして、復習をしていくっていうふうにしていただけるといいかなと思います。出たところをこう、チェックしていくとか、シール貼ったりして分かるようにするっていうのもいいのかなと思います。で、今日はですね、よく出るところの領域っていうところを中心にお話ししていけたらと思います。で、まずはですね、経済知識ということで、経済の一般知識のところから入っていきたいと思います。テキストの12ページ、ご確認いただければと思います。で、まずマクロ経済とはっていうところから入っていきたいと思うんですけども、経済はですね、マクロ的な視点とミクロ的な視点で、今、ここでは語られているんですけども、まずマクロ、全体的なところから見ていこうというところですね。で、マクロ経済。経済の活動を大きく見るとですね、財、サービスを生産する企業と、その企業から財、サービスを購入する消費者あるいは家計に分けて考えることができますということです。で、ちょっとこの図を見ていただく方が早いですけども、企業っていうのは消費者に対してですね、生産した財またはサービスの販売っていうのを通じて収入っていうのを得ます。で、消費者はですね、財のサービスっていうのは自分の所得で購入して消費をしていく、サービスや財を消費していくというふうになっています。で、この部分の市場を生産物市場、もしくはですね、財またはサービス市場、財サービス市場というふうに呼んだりします。私たちが普段買ったり、仕事でサービスを売ったりしているところの市場ですね。で、一方でですね、もう一個市場の考え方がありまして、企業っていうのは物を生産しなきゃいけないということで、生産活動、財、サービスの生産活動をするにあたって、ここの労働者を雇わなきゃいけないんですね。その労働者っていうのは、私たちのこの家計からですね、企業が生産活動するための労働力っていうのを提供する、生産要素の提供をして、生産要素市場っていうのが成り立っているというふうになっています。はい。この流れは大きい流れになるので理解しておいていただければと思います。で、あとはですね、丸3のですね、3面等価の原則っていうのも、よく試験でも出ますし、基本的なところなので押さえていただきたいです。で、経済活動の規模を測る切り口としてですね、どれだけ生産をしたかという生産面、あとはどれだけ支出したかという支出面、あるいはどれだけ各経済主体に富が分配されたかという分配面の3つがありますということです。で、これはですね、その3つ、それぞれは同じ総量になって、イコールでつながる。これを三面等価の原則っていうふうに言います。で、国民の経済の計算、国民経済計算においてはですね、生産面っていうのは国内総生産ですね。GDP。あとは支出面は国内総支出。で、分配面は国内総所得というので定義されていますっていうところを理解しておいていただければと思います。で、じゃあ国内総生産とはということなんですけども、国内総生産っていうのは一国の国内において一定期間に生産された財サービスの付加価値の合計額ですということです。で、ここで、パン屋さんの例が出てくるんですけども、パン屋さんはですね、すべて消費者にパンが売れるという前提で考えていただくと、パン屋さんがまずパンを作るためには製粉業者から購入した小麦粉で作る必要がありますよね。で、その小麦粉っていうのは製粉業者が農家から購入した小麦で、製粉粉にしていますよね。小麦粉にしているっていうことです。で、まあ便宜的にですね、小麦を作るのには農薬とかなんかいろいろお金がかかるんですけども、かからないっていう前提で考えると、農家は製粉業者に10万円で小麦を売る。で、製粉業者は30万円で小麦粉を売って、パン屋さんは60万円でパンを売るっていうふうに考える。とすると、パン屋さん60万円、結局それを全部足すと100万円になるので、国内総生産100万円っていうふうに一瞬考えられるんですけども、これだとちょっと過大評価になってしまいますよねっていうところがここで書かれています。で、これ30万円の小麦粉の部分、パン屋さんが新たに作ったものじゃなくて製粉業者から買ったものですよね。で、こういうふうにパンの生産過程でですね、投入される材料っていうのは中間投入物というふうに呼びます。で、同じようにですね、製粉業者も小麦粉を生成するにあたって小麦を10万円で買っているので、ここもパン屋さん小麦のところは引かなきゃいけない、小麦の原料のところは引かなきゃなりませんということで、それを差し引いてですね、生産から中間投入物っていうのを引いたものっていうのを付加価値というふうに呼ばれます。で、この図にちょっと書いてあるんですけども、そうですね、農家が10万円ですね。この全部足すと、最終のパンの金額になるんですけども、付加価値、中間投入物っていうのを引いてあげなきゃいけないんですね。ここで言うと、30万円小麦の10万円っていうのを引いて60万円っていうのを付加価値というふうに考えないといけないですよっていうところです。で、なのでですね、計算式からも分かるように最終成果物付加価値の合計っていうのは最終生産物の価値っていうふうにも考えることができます。パンの価値ですね。パンが60万円で売れているので、最終的には60万っていうのが付加価値であるっていうところですね。はい。で、続いてですね、国内総支出 GDE ですね。これも20年度に出てたりとかもするんですけども、国内総支出っていうのは、ある一定期間にですね、国内で生産された最終生産物に対する総支出額でありますと。で、具体的にはってところからちょっと式が出てきて難しくなるんですけども、国内総支出イコールですね、消費プラス投資と政府支出、あとはですね、輸出と輸入のところをプラスとマイナスしてあげるっていうところが国内総支出の計算式になります。消費する分と投資に回す分と政府の支出っていうところが基本セットで、輸出っていうのは国外に自分たちが作ったものを出しているのでプラスで、輸入は仕入れてるんですけども、輸入してきたものって消費されてるので、ここは抜いてあげないと過大な評価になってしまうので、ここは抜いてるって感じですね。で、消費を C、投資を I、政府支出を G、輸出を EX、輸入を IM っていうふうにこうちょっと文字で英語の頭文字で略すと C プラス I プラス G プラス EX マイナス IM っていう式になるよっていうところがここで書かれています。でちょっとこの後でもですね C プラス I プラス G みたいな考え方は出てくるので少し頭文字にここで慣れておいていただければと思います。でここで消費っていうのは、家計による消費目的の支出合計ですね。で投資は企業の生産活動に必要な最終成果物に対する設備投資とかあと住宅投資とか在庫保有するためにも在庫の、環境を作んなきゃいけないので在庫投資っていうのところから購入構成されてます。でここに書かれている在庫投資についてなんですけども在庫投資っていわゆる生産したもの売れ残りっていうのを、意図しないものですね。意図しない在庫投資っていうのが含まれるので一応定義上は売れ残りがあったとしても国内総支出と総生産っていうのが一致して三面等価っていうのは成立しますよってところがここに書かれています。で政府支出ですね。政府支出は公共事業への支出国が作ってる仕事ですね。道路の整備とか公共事業への支出っていうのから構成されてて輸出は国内のサービスの海外への出荷輸入っていうのは国内に海外の財またはサービスの、入れてくることですね。